血管を取ってって赤血球に張り込むんですよ。うん、俺たちいつかやるピロスケ福ちゃんと、さあ今回も感染症シリーズでございます。あいた。今回紹介するのはこちら、マラリアでございます。出た出ました。ブーンってやつでしょお前漠然としすぎだろ蚊だよ蚊。蚊ね。そうです。ではどんなのか紹介したいと思います。お願いします。ではこのマラリアなんですけども、ジャンルは原虫感染症ってやつです。はい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 。なんだマラリア原虫っていうのがいまして、うん、それがハマダラカっていうのを媒介してどんどんと感染していくってやつなんですね。蚊じゃ、その原虫って蚊のことじゃないの？違うんです。蚊の中にいる原虫が原因なんですよ。へえ。で、これが恐ろしいとこは現在も完全なワクチンがないとこなんですよ。言ったら、風邪薬みたいな抑えるものしかないわけですよ。はいはいはい。しかもこのマラリア、毎年2億人から3億人が感染し、さらに2018年40万5千人が死亡してるって恐ろしいやつなんですね。やばいやばいやばい。超やばいんです。うん。はい。さらに、結核、エイズ、そしてこのマラリア、これを全部合わせて、世界三大感染症と言われてるんですね。はいはい、もうだから、その三四天王の一人みたいな。そうなんですよ。意味がわかんない。三四天王の一人同士だって、ね。そうそう。ではこのマラリア、どういう風に感染をしていくか気になりますよね。うん。まず、マラリア原虫を持っている蚊が人間の血を吸います。すると、マラリア原虫は肝臓に移動して潜伏をするんです。そして力を貯めた後に3万から5万個に増殖をするわけです。そして肝細胞を突き破ってメロゾイドっていう化け物に変わるわけですよ。おー、進化すると。そしたらそのメロゾイドは血管を取ってって赤血球に張り込むわけですよ。うん。そこで赤血球の中で20倍に増殖して赤血球を破壊。で、チレジになったメロゾイドがまた赤血球に入って増殖をして破壊。で、また赤血球に入って増殖を破壊を繰り返して、もうメロゾイドだらけになるわけですよ。いやもうほんと破壊破壊破壊って言っていくんだ。まあこうやってメロゾイドが暴れるもんですから、人間にも症状が現れます。40度以上の発熱、悪寒、意識障害、頭痛、もうボロッボロになるわけですね。うん。さらに増殖したメロゾイドの中で生殖母体っていうのを作るやつが現れる。それがマラリア原虫がいない綺麗な蚊が人間の血を吸います。それを、はいはい、その蚊に移動してマラリア原虫を持った蚊になっちゃうわけです、そいつは。はい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 。だからその蚊が人間の血を吸って人間がマラリアになって、でその人間の血を吸うことによってマラリア蚊になってっていうサイクルを繰り返すことでどうなりましたか。毎年2億人から3億人感染してるっていうわけなんですね。うーん、怖いよ。ほんと恐ろしいやつです。で、このマラリアのすごいのは歴史の長さなんですよ。おう。一番古い記録だと3000万年前の蚊の琥珀から原虫が見つかったっていう記録があるわけですね。はい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 。だから古くから人間を苦しめてるわけです。古代インドだと諸病、古代中国だと熱病の母、古代エジプトのミイラにはマラリア原虫の DNA が見つかってるし、さらにツタンカーメン、アレキサンダー、クレオパトラ、これみんなマラリアで苦しめられてるわけですね。おー。だけどこのマラリア、ペスト、天然痘、コレラ、そこと比べたら大したことないんじゃないの、目立ってなくねって感じするじゃないですか。違うんです。マラリアは歴史が長いんです。わかります？言い換えればそれだけ生き抜いた歴史と人と戦った歴史があるのよ。はいはい。そもそもマラリアっていうのは人間がいない時代からいたわけです。で、最初は動物とかに寄生してったんですけども、まあ、その動物とかがいなくなって人間がどんどん台頭してった。だからマラリア原虫も生き残るために人間に感染できるようになったわけですよ。はいはい、合わせてきた。そしたら人間も免疫細胞を発達させてマラリアに対抗できるようになってくる。それに対抗するかのように熱帯熱マラリアっていう種類が現れて、免疫細胞で殺されにくいマラリアが生まれちゃった。そして人間もメロゾイドを増殖する前に赤血球が壊れるっていう蚊魔状赤血球遺伝子っていうのが生まれたの。マラリアと人間は共に進化してきた痕跡があるわけなんですよ。だからマラリアは他の感染症よりも人間のことを知っていて、どの時代でも一定数人を殺し続けることができる恐ろしい感染症なんです。もう強敵だ。強敵です。まあ、だけども古代ローマでパンデミックがあったっていう記録はあるわけですね。それがローマ近郊から50体の子供の遺体が見つかったわけです。その DNA を調べたところ、マラリア原虫だったわけですよ。おー。ローマ熱ってのがあったわけですよ。まあローマ時代に流行った熱病なんですけども、それは
マラリアなんですよ、正体。うん。これだけ流行ってるもんだから、ローマ人も薄々感づいて、もしかして小さい虫が鼻とか口に入り込んでおかしいことしてるんちゃうんっていうのを気づいたんですよ。おー、近いけどなんで関西弁なら、強風浴びせればぶっ飛ぶだろっていうことで、ローマっていうのは、もう家屋とか、宮廷とか、まあ、丘の上に気づいてますよね。おー。はい。それは、マラリア防止のために気づいたっていう説が一個あるわけですよ。うん。まあ、吹き飛ばすために虫を。吹き飛ばすためです。はい。で、あるマラリアの研究家は、ローマ帝国の崩壊ってのはしっかり分かってないわけじゃないですか。うん。はい。実はこのマラリアが原因なんじゃないかって言われてるわけですね。はいはいはい。はい、むちゃくちゃ死んだらしいんで。だけどもマラリアは暑い地域ばっかでしょって思ってる方もいるかもしれません。実はこのマラリア、南極大陸以外の全ての大陸で蔓延したっていう歴史があるわけなんですよ。うん。まず日本なんですけども、このマラリアを持ち込んだのは平安時代って言われてるんですね。中国と密租貿易っていうのをしてて、そっからマラリアを持ち込んでしまったとは言われてるわけですよ。うん。その時、マラリアのことを怒りって呼んでいて、源氏物語、また今昔物語に多く記録されてるわけです。はいはい、怒りってそうなんだね。そうなんですよ。で、あの有名な平清盛。これ、マラリアで死んだっていう説があるわけですよ。はい、あるね。で、この人クラスになるといろんなエピソードがあって、その熱を下げるために、比叡山の冷水を浴びたわけです。はい。その冷水が、熱湯に変わったんですよね。熱すぎて。さすが清盛。さすが清盛。じゃあ、どういう感じで世界規模になったかと。それが、奴隷貿易なんですね。はい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 。とにかくアフリカの奴隷を買いまくって買いまくってばらまいたわけですよ。で、そのアフリカ人がマラリア原虫持ってて、そのままね、持ち込んじゃったわけなんですね。ほんと自業自得だな、そこら辺は。で、ヨーロッパ人が感染。そして一番多かったのがアメリカ大陸。はい。その時、子供が 86%、20歳迎える前に死んでます。それもうマラリア原因なの、それ。そうなんです。で、ある教区では、3分の1が5歳の誕生日迎える前に死んでます。うん。で、西アフリカ諸国では、白人が死にまくるもんだから、白人の墓場って言われてるわけですよ。ほうほう。で、このマラリアが一番被害を与えた時代っていうのが、19世紀からって言われてるんですね。うん。はい。もう19世紀ったら街が近代化近代化で発展するわけじゃないですか。するとどうなりますか？自然がなくなります。すると、蚊が住んでた森とか水辺がなくなる。だから、街に現れる。どんどん人に感染して死んでいくわけです。ああ、なるほど。で、この頃の戦争で、むちゃくちゃマラリアの被害が出てるわけですよ。はい。それは、塹壕戦っていうのが多くなってったから。ああ、なるほどね。はい。塹壕戦っていうのは、まあ、土を掘りますから、雨の日水が溜まるんです。で、マラリア居場所を失ってますよね。いい場所やってことで住み着くわけです、これ。で、この時なんてさ、衛生面もしっかりしないもんだから、免疫も失ってると。で、マラリアが蔓延してるから、どん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 刺されて、ボンボン死んだわけですね。あー、なるほど。南北戦争ありました。北軍は130万人が感染。南軍は25万人ぐらい死んだって言われてるんですね。おー、めっちゃ死んでんね。で、一番被害を与えたのが、アメリカと日本が戦う南方戦線と沖縄戦なんですよ。うん。日本とアメリカはガダルカナル島というところで戦いました。ここはとにかくマラリアがたくさん多くて、もう日本軍はマラリアでバッタンバッタン倒れたわけですよ。そうね。しかも輸送船とかあったんですけども、それはアメリカ軍に破壊されて薬も食料もなかったんですよ。なので、戦死者が6000人に対して、餓死、病死者が1万5000人。このうちの半分がマラリアと言われてるんですよ。うん、あとアメリカはマラリア対策っていうのを結構しっかりしたんだけども、日本軍はその対策をちょっとしっかりできなかったんですね。うん。あの蚊取り線香を作る除虫菊っていうのがあったわけですね。はいはい、はい、はい。それを日本昔はたくさん生産したんですけども、もう食料がないということで、食料を増やすことを集中して、そのことをおろそかにしたわけです。あー、なるほど。だからアメリカはガトーで勝ったのは衛生管理の差だっていう発言を残してるわけですよ。いやー、まあそういった面もあったと。そして沖縄戦で住民を襲った悲しい事件もありました。それが戦争マラリアです。アメリカが沖縄を攻めてるっていうことで、八重山諸島の人たちが日本軍の命令によって疎開されるわけなんですね。うん。その場所というのが石垣島の山間と西表島なんですね。ここは昔からマラリアが多く生息してるっていうのは知ってたわけですよ。うん。で、住民も、なんなら日本軍もそれを知ってる状態で強制疎開させたんです。ああ。もう住民たちは嫌だ嫌だって言うんですけども、まあ、戦争に勝つためだっていうことで、まあ無理やり生かされたわけですよ。しかも配給もほとんどない状態で、まあ免疫も低下、さらに
カヤもない状態だったから、バン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 マラリアに感染したわけです。それで、八重山諸島の総人口っていうのは、31,671人いたんですよ。そのうち、16,884人が感染して、3,647人が死んじゃったわけですね。いや、悲惨だね。その中で一番被害があったのが、波照間島の人たちで、1590人のうち、1587人がマラリアに感染したんです。ほぼだね。波照間島の人たちは3分の1が亡くなったと言われるわけですね。うん。だから今もう多くの慰霊碑とか建てられて、あの頃を忘れてはいけないっていうことで、忘れない石っていう慰霊碑も建ってるわけです。まあそんなもんだから、戦争終わった後の帰還兵、アメリカは50万人、日本は43万人が感染して帰ってったわけですよ。まあそれだけマラリアの被害が多かったわけです。それ第二次世界大戦の時に水木しげる先生いたじゃないですか。戦争に参加しましたよね。マラリアかかってぶっ倒れたんですよ。でもその時になんとか治って、はい、その時にスコールが来たと。こりゃちょっと、最近風呂入ってねえからチャンスやってて、すっぽんぽんになって、うひょーってやったのよ。そのせいで免許つってまたマラリアかかるっていうね。さすがしげる先生。しげる先生、さすがやっていうことで。まあそうやって人々を苦しめまくったマラリア。じゃあどうやって人間は対応してきたのか。それは17世紀まで遡ります。あるマラリアにかかった人が、キナの木っていう木の根元の水を飲んだんですよ。すると、スッと熱が引いたわけですね。もしかしてこのキナの木に何かあるんじゃないかっていうことで、スペインの宣教師がそれを持ち込んで、イエズス会の粉っていう風に粉末にしたわけですよ。で、これ風邪薬だったのになんとマラリアの熱も引くっていうことで、使えるぞっていうことでどんどん進化して、キニーネっていう薬ができたんですよ。これがキニーネになるの？そうなんです。そしてドイツの軍人にアルフォンス・ラベランっていう人物が現れて、この人が血液を検査した結果、マラリア原地を発見するんです。うん、見つけた。そしてその17年後、ロナルド・ロスっていう人物が、蚊じゃねえかっていうことで気づいて、蚊が運ぶってことをやっと見つけたわけですよ。ほう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 。じゃあこれは根絶できるぞっていうことで、1957年、あの WHO がマラリア根絶計画を打ち出します。だけど、失敗に終わったんです。なんで？殺虫剤が効かないハマダラカ、そして薬が効かないマラリア原虫が突如として現れたんです。いや、国境的だ。これ根絶できない理由があって、蚊っていうのは人間の血が好きなか、動物が好きなか、森が好きなか、池が好きなか、人間の都会で現れるか、性格が違うんですよ全然。おー、なるほど。だから完全駆逐っていうのもできないし、遺伝子操作しても生物学上いろいろ問題出ちゃうわけ。うん。さらに熱が引いたり冷めたりするから気づきにくい。そして血液を調べるから顕微鏡を使わなきゃいけないし、労力もいるんだよ。さらに人間と共に進化した歴史があるから、アフリカの人は抗体持っちゃってマラリアかかっても発症しない人がいるわけですね。そういうのを全部含めて根絶しにくいんです。だから未だに完全なワクチンも見つかってないわけなんですね。おー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 。今も戦い続けてる感染症、それがマラリアでした。ありがとうございます。はい、次回はスペイン風邪をやりたいと思います。おー、また大物じゃねえか。それ終わったらまあリクエストやろうかなと思ってます。ということで、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますのでフォローよろしくお願いします。うえっ。